自社員さんから自撮り棒をいただきました。自撮り棒ね、ちょっと開けてみます。何が入ってるの。お、これはいわゆる棒だね。 GoPro っぽいな。ここが非常に GoPro っぽい。てか GoPro がつくな。これこれ GoPro のマウントと同じだ。 GoPro つくわ。はい、まあまあこれがありまして、あのひねって伸ばすタイプのひねってロックですね。あ、結構伸びるぞ。お、よし。あ、約何センチ、50センチから60センチですか。伸びます。よいしょ。うん、とこれはリモコンですね。 Bluetooth リモコンですね。シャッターリモコンです。スイッチ入れてリモートシャッター AB シャッター3というのがあるからこれでしょうね、きっとね。あ、接続しましたね。接続しましたよ。あー、撮れる。これでリモート撮影できますね。じゃあこれね、このマウント外してこれをつけろと。これが要はスマホホルダーなんだな。これがゴムになってて挟むようになりますね。これをクッと、あ、ボタン押しちゃった。挟んで使えますよということですね。これつけたらいいんだな。うん、シャッターを押しやすいようにここにつけてくださいと。それであとはこう伸ばして撮ったらいいじゃないかと。こうやってこう、はい、ピッ、あー撮れるじゃん。ピッ、ほら撮れる。自撮り棒だね、まさにね。はいはいはい、なるほどな。これでみんなこれ撮るわけだ。でもこのマウントはいいですね。別のカメラをつけても使えるじゃないか。うん、これで使ってもいいよ。一脚代わりに使えそう。おお、これいいじゃないか。 GoPro もついちゃう。 GoPro も使えるんだ。これは活用しよう。 G 社員さんの自撮り棒でした。